バーめっちゃ便利でした。1日はバスだと1時間かかるところ実質15分ぐらいで来ちゃったんじゃないかな。最高です。また使います。やってきましたアロハスタジアム。今からマーケットをちょっと巡ります。そういうの交渉するんだろうけど、でもそう、でもいくらぐらいかが分かんないとさ、さすがに大体の値段は書いておいてほしいなそれが醍醐味と言われてしまえばそれまでなんだけど、オバマやばいクーちゃんに買わなきゃ。トランプの栓抜き、なんかこれ木でできたスマホケース超かっこいい。 iPhone 7 Plus。 5 for 20。T シャツはないけどな、こういうとこで買うのもな。7枚買えるよ20ドルで アディダスのパクリみたいな。この天気は最高だけど汗かくな。アロハスタジアム、今日は何かをやってます。子供たちの歓声がめっちゃ聞こえますね。マネキンが体がいいドルとかじゃん、超安い。ここで買えばよかった。わあすごいな、雪のなんか熊とかじゃないけどさ。すごい。200ドル、300ドル。めちゃくちゃ暑くなってきちゃう。おそらく個人でやってるであろうエリアに来ました。もう売ってるものがすごい。
して、もう時間も昼を過ぎてるので、みんなそろそろ帰り始めます。たこ焼きマシーン、たこ焼き焼き切り、赤ちゃんのおむつとか。わあ、すごい、ここはトランスフォーマー。すごい、かっこいい。でも本当、確かに永遠に続く感じするね、これ。キリがない感じ。そう、キリがない。これまこっちゃんとかこれ全部歩いたのかな。それこそあんだけ取れなかったってことは、まあまあ、ね、面白いものをね、あそことあそこはいいですよとかっていう話じゃないだろうからね。で、誰かがなんか買わないとね。そうね、終われない。恐ろしいぐらい古い電子レンジを使うけど、あれも売ってんのかな。むしろ捨てるのに金くれって感じ。キリがないな、これも。さあ、アロハスタジアム、意気揚々とウーバーを使ってきましたが、もう終わりです。買うものがほぼない。さらには、まあ、いくら歩いても売ってるものはほぼ一緒。まあ、マーケット個人で出してるとこなんで、興味のない人からしたらもうゴミ同然のものまで売ってるんでね。まあ、でも私は一つお土産を買いました。自分にじゃないですけどね。じゃあ今から、まあ、ちょっと歩いてバスに乗ってワイパクの街へ向かいます。天気が良くて空良かったんだけど、正直めちゃくちゃ暑いです。しかもこのマーケット、店を見てると一切日陰がないんでめちゃくちゃ暑いです。では行きましょう。ワイパフ、ハワイに恋して出会っていったホノルルキッチンに来ました。中は結構人いますね。どんな感じなのか行ってみたいと思います。
試食で置いてある。うん。置いてあったから多分パウチや。香りもいいし、甘すぎる。甘すぎないからたくさん食べれるイメージ。まあ確かに。うん、ハクハク。揚げてからちょっと時間がかかるはずなんで、あったかいし、美味しいし。こんなの知らないわ。さっき試食を5つの餅も食べてる人がいたけど、気持ちはちょっとわかるな。で、これが上クリーム。うわ、来たよ。食欲をそそる色ではないのに。これめっちゃ美味しい。これは美味しいわ。わあ。まだまだ。本当に知らない食べ物がある。めっちゃうまいこれ。なんかウベのこんなのあるじゃん。そういうのも食べてみたいな。ジン&ルーカで、うんうん、これ本当に美味しいかも。ね、こんなのポンとワイキキの方に出せばいいのに、うんうん、せめてアラモアナ。おやつ系でも食事系でも両方美味しい。嬉しいな、うん、絶対おいしい匂いする。これは絶対おいしい匂いする。一番新しい、うん、ニューフレーバー。揚げてあるのもおいしい。ウベ食べた後だとこれ味しなく感じる。アップシナモンの味はするけど、順番ミスったかな。でも美味しい。ああ、美味しい美味しい。やっぱ揚げてるから、噛めば噛むほど。シナモンがすごく美味しい。マイパフまで来た甲斐あるね、これ。真夏は、本当に美味しい。バスで来れるとはいえちょっと遠いけど、マイケルプレミアムアプリとのついでとかこんな感じで行くといいかもしれない。レンタカーとかね、借りてる人だったらレンタカーさえあればスッと来れちゃう、うんうん、でドライブだからいいかもしれない、うん、ぜひおすすめ。さすがハワイに恋してるまこちゃん。ホノルルキッチンから今ワイケレプレミアムアウトレットへ再度行こうと思っています。ホノルルキッチンのところからもう徒歩1分ぐらいのところにバス停があるので、そこから433番のバスに乗るとワイケレプレミアムアウトレットまで直行なので、案外これは行きやすいかなと。なのでアロハスタジアムに行って、そこからホノルルキッチンまでバスでも行けるし、そしてそこからさらにバスではアイケルプレミアムアウトレットまで行けるので、まあ西方面行く人は案外このルートは使い勝手いいんじゃないかなって思います。